はい、アンケートありがとうございます。2016年1月8日8時13分52秒、正和さん、吉田社長に聞いてみたいこと。年収を増やす方法、筋肉を増やす方法、髪の毛を増やす方法、3つあるな。まず年収を増やす方法、年収を増やす方法はたくさんあるんですけれども、何で年収を増やしたいかってところですね。一番早いのは転職した方がいいと思います。はい、年収を増やす方法は転職するべきだと思います。はい、もうこれでいいですかね、正和さん。これね、ネットビジネスで年収を増やしたいってことなのかな。まあ、極論年収を増やすっていうことがゴールであるならば、転職した方がいいと思います。ネットビジネスは正直めんどくさいし、まあ、頑張ればいっぱい稼げるんですけど、ほとんどの人が離脱していきます。だったらもう目に見える会社で働いた方が僕はいいんじゃないかなと。みんな挫折していっちゃうんで、無理に、だって目的が別にネットビジネスじゃなくてもいいわけじゃないですか。いや、僕はネットビジネス教えてるんでネットビジネスやりましょうみたいなことを言ってるんですけど、やっぱみんなやらなくなっちゃうんで、だったらもうガチで転職した方がいいんじゃないかなと最近思ったりもします。別にね、ゴールがお金稼げればいいっていうことだと思うんですよ。まあ、そのゴールじゃなかったら申し訳ないんですけれども、ね、このアンケートの文面を読む限りでは、年収を増やす方法しか書いてないので、年収増やす方法はたくさんありますけれども、一番早いのは転職した方がいいんじゃないかなと思います。やっぱネットビジネスだとね、やっぱ継続できなかったりとか難しいことがあったりとか、まあ、転職先も難しいことあるかもしれないですけど、やっぱ目に見えるのと見えないのでは違うと思うんですよ。会社にじゃあ転職して、ここの会社で頑張れば給料もらえる、こんなインセンティブもらえる、もう目に見えてわかるじゃないですか。で、人間って目に見えるものは頑張れるんですよ。例えばネットビジネスとか、じゃあブログ毎日更新しましょう。じゃあ毎日更新してもいくら稼げるのって目に見えないんですよ。もうなんかね、ゴールがない海をどうやって泳げるのかっていう話で、泳げる人はいいんですけど、泳げない人が大抵なので、大体もう泳げず、なっちゃうんでね、そんな感じでございます。はい、筋肉を増やす方法、筋肉を増やす方法に関しては筋肉を壊すってことじゃないですかね。筋肉を壊してください。はい、筋肉を壊すと筋肉は増えます。はい、増やすというより壊してください。筋肉を壊すと増えます。はい、これ僕の見解です。あと、髪の毛を増やす方法。これはですね、僕も聞きたいですね。髪の毛を増やす方法は僕も聞きたいです。すいません、これはわかんないです。僕も薄毛なんで。僕もだいぶ薄いんで。はい。はい。髪の毛を増やす方法は僕はわからないので、逆に僕も悩んでます。悩んでるというかね、薄いです。だいぶ薄くなってきました、本当に。だいぶハゲてます。はい。だからハゲに聞いてもしゃあないんじゃないかなと思います。はい。まあ、そんな感じでございますね。まさかずさん、アンケートのありがとうございました。